11時4分。はい、7時36分、土小屋から入山します。今日はまったりゆったり、ゆっくりか、歩いていきたいと思います。はい、8時1分、第1ベンチ到着、通過します。はい、8時9分、第2ベンチ到着。通過。はい、8時26分、第3ベンチ、東稜基部、到着。どうしようかな。はい、8時28分、ちょっと予定を変更して、やっぱり東稜から行くことにしました。よいしょ。久しぶりですわ。いや、はい、8時53分、矢作岩到着。めっちゃ綺麗だね、今日も。景色も抜群、快晴ですわ。矢作岩は登ってきました。ご夫婦は2人、後続はいますね。真正面亀ヶ森、めっちゃ綺麗な。はい、9時5分、ビューポイント、墓場根方面から何千歩まで、綺麗な。最高やね、天狗も見えました、何千歩と。天気やな、雲一つないです、快晴。土小屋、亀ヶ森、最高やね。今日も素晴らしい、めっちゃ綺麗や。はい、そしたらカニの横ばいです。カニの横ばい通過中。はい、9時27分、東稜革新部到着。降りてきてます。なかなかですね。よいしょ、降ります。重いのが簡単に上がったね。取れたかなし。あれで、オッケー。すげえ。
荷登りめっちゃ綺麗な。これは綺麗なね。最高ですわ。はい、9時33分、南仙峰到着。景色は、二の森最高やね。本当に綺麗な。亀が森も負けんぐらい綺麗なね。最高かよ。すげえな。そして天狗と。はい、9時39分、天狗岳到着。久しぶりに来ました。景色はもちろん最高ですわ。そこまでどうやって登るのか。あ、これ登れる。ラピュタに乗れるもんやね、みんな。絶対倒したらしいね。こんな登ろうとするやろ。サッパーは、ね、よいしょ。はい、9時52分ミセン到着。 OK、 景色は最高やね。ちごやがに行って亀が見ると。はい、9時58分下山開始。はい、10時3分、下山スリを通りしたが、ちょっと二の森方面の方に歩いていきます。二の森まで行かんと思うけど、西の冠山ぐらいまでかな。ちょっと歩いていきます。はい、10時11分、分岐、二の森方面です。よいしょ。こんな稜線を歩くのが大好きやな。どこまでも歩けそう。最高に気持ちいいわ。めっちゃ綺麗なね、石の冠山、二の森。すごっ。はい、10時33分、ここが分岐になるのかな。石の冠だけ笹を最後上がっていく、ここの分岐なのかな。まあ、ちょっと不明瞭やき行ってみな、わからんけど、まあ行ってみるか。なんか3年前に来たことあるかなと思ったけど、この道初めてやな。どうも多分大雨で引き返したかは、もっと手前で引き返しよね。3年前はこの道初めて。つまり西の冠岳も初登頂ということになるんじゃないの、これ。急にテンション上がってきた。楽しい。はい、11時1分、西の冠岳1894メートル到着。展望はちょっと、いや道中めっちゃ綺麗やったわ。ピークはちょっと木に阻まれて見えないけど、二の森方面も綺麗に見えよったし、
すんごいね、初めてですわ。石寿司さん、西側から見る石寿司さんになるのかな。左から2000、真ん中天狗、右が何千歩、いつもと逆の感じか。すごいね、最高だぜ。何気に初めてや。こういうの嬉しいね。そしたら西の冠だけ同調を祝って万歳参照したいと思います。万歳万歳万歳、ありがとうございました。やったぜ。じゃあ引き返します。11時4分下山開始。これは完全に道なき道ですわ。バリエーションというか、もともと道がないだろうね、花から。やばいね。楽しいわ。よいしょ。まあ、直下で降りていったら、多分、二の森までの重走路に当たる気、問題がないだろうけど。楽しいね。よし、全然ルートじゃないところ直で降りゆき、なかなかスリリングで楽しいけど、足元やっぱり怖いね。まあけどこの下に重走路があるんで間違いはないと思う。ちょっと不明瞭やったな、もうちょっと大回りせないかんかったけど本当は。まあいいや、これはそれでまた楽しい。そして石づちがダーン、めっちゃ綺麗なやん。最高だぜ。はい、11時18分重走路とぶち合流しました。ぶち当たりました。多分こっちから来た方が近回り、近道だったね、もちろんやけど、まあ、全然 OK。 はい、ごとごと帰っていきます。改めてめっちゃ綺麗な石槌、最高やね。あとちょっと。はい、11時59分おもごとの合流分岐まで帰ってきました。まあまあいいペースだったかな。楽しゅうございました。はい、12時7分石槌三線へ行くルートと合流しました。降りましょうかね。はい、12時19分避難小屋まで帰ってきました。素通り。はい、12時21分長寿との別れ、一気に降りましょうか。はい、1時35分登山口付近まで帰ってきました。今日は当初ご来光の予定だったんですけど、寝坊しまして大幅に予定を変更、土小屋ルートから入山していました。入山後も予定を変更して同僚ルートで上がっていました。何千歩天狗岳、未線と快晴の中、絶景を見ながら歩くことができてすごい楽しかったですね。で、そのまま下山する予定だったんですけど、西の冠岳まで足を伸ばしていました。初めて実はピークを踏む場所だったので、ちょっと楽しかったですね。最後の登りとか、そこから、トラバースの道まで合流してくる笹の
道とかね、すごい楽しい道でした。またね、初めての山とかルートとかを探しながら歩けたらいいなと思います。そしたらコールしたいと思います。 OK、 そしたらゴール。お疲れした。